彦人の体型命、または、大江王は、古墳時代の皇族。慶光天皇の御子で、母は、稲貧若いらつめ、神話家王という同母兄がいる。古事記にはこの西人体型命とは、別人として、大江王という人物も出てくる。かぐろう姫は、大江王のイボ兄日本穂高の彦にあたり、慶光天皇は、直系の貴族をめとったことになる上、 慶向天皇が長寿であれば一応理論上は不可能ではないものの年齢的にかなり無理があることからこの系譜をごっきとみなして彦人の体系命と王江王を同一人物とする説もある。ただし、古事記では神グ姫という名のもう一人の女性が王神天皇の人なっているが生んだこのリースとは異なっている。王恵王もイ,イの銀王をめとり大中姫とを設けたとあり。 彦人の体系命が設けた、これとは一致していない。アスカ時代の皇族に、押坂の彦人ヒト体系巫女がいるが、別人である。大熊木一郎。慶光天皇記における山和武る命。明治大学教養論集259、1から12。 一瞬03896005、0度1200億290万8763、https コロンスラッシュスラッシュ m-rebo.lib.meji.ac.jp スラッシュ dspac e スラッシュ bits tr e a m スラッシュ10291スラッシュ10103スラッシュ1スラッシュ kyouyou ronshu200 159-1PDF2011 年8月8日閲覧。ありがとうございます。